こんにちは、ココアです。今日は私が持っているシャネルのアイテムを全紹介やっていきたいと思います。はい、ということで最近ね、シャネルでお買い物することとかもあって、なので結構増えてきたりとか、あとは前にママが使っていたものをもらったものとかもあるので、そちらをね紹介していきたいなと思います。ということで今回はシャネルの私が持っている全てのアイテムを紹介していくということで、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まで済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。まずママから昔使っていたものをもらったりしたものもあるんですけど、結構前の動画でね紹介したりしているものもあるんですけど、今回は最近シャネルで自分も買い物したりするようになったということで、ちょっと物が増えたということで紹介をしていくんですけど、よかったら購入品紹介の動画もシャネル購入品紹介とかやっているので、ぜひ見てみてください。で、前まではあんまりシャネルでお買い物していなかったんですけど、最近ね可愛いと思うものがたまにあったりしているので、たまにお買い物に行ったりはしているんですけど、まあグッズとかを結構よく買っているので、そこまでシャネルはねまだ買っていないかなっていう感じなんですけど、ちょっと増えたものを紹介していきます。まずはアクセサリーから紹介をしていきたいと思います。ということで、まず一つ目がこちらです。じゃん。はい、こちらもねブローチになっています。こんな感じの、これは去年の冬ぐらい、12月ぐらいとかに購入したものになっているんですけど、シャネルのねブローチがずっと欲しくてこれを買いました。私の使い道としては、普通にねなんかシンプルに何も柄が入っていない服とかにこうつけたりとか、今はねちょっとグッチの服なのでつけるとおかしいんですけど、なんかノーブランドとかのものにつけると、これシャネルのブローチなのでシャネルの服みたくなって可愛くて、あとは私が使いたいって思った使い方が、こう髪を結ぶ時にヘアゴムっぽくして使いたいなと思って、ヘアゴムの上からこうつけてあげたりとかっていう感じの使い方をしたいなと思って、こちら欲しくて購入しました。で、シャネルのアクセサリーは割と安めに売っていたりするものとかもあったりするので、気になっているっていう方はぜひお買い物に行ってみてください。これ普通にブローチなのでこんな感じでつけるんですけど、ココマークの WC のブローチになっていて、このなんかモチーフのいろんなストーンの色とかもあったんですけど、シンプルにまず一つ目はこちらを購入してみました。ブローチはね、今言った他にもいろんな使い方ができるので、一つ持っておくと便利かなと思います。私もなんかシャネル以外にもいろんなブローチあってもいいかなと思っているんですけど、こんな感じのものをたくさん使っています。結構ねなんかシャネルのこのブローチはいろんなものがあるんですけど、割と小さめ、こう髪の毛につけたかったので小さめのものをね購入しました。こんな感じで、またねなんか大きめのものもね欲しいなと思っているんですけど、これはシンプルなデザインで、こんな感じでラインストーンが入っていて、なんかゴールドっぽい感じ。ラインストーンはシルバーなのでそんなにゴールドっぽくはないんですけど、ゴールドで結構キラキラした感じのゴールドっていう感じになっています。こんな感じ。これ結構買った時めっちゃ使っていました、こうやって。はい、ということでね、こんな感じで一つ目の私が持っているアイテムでした。ということで次、はい、ということで、そしたら次、初めて私がシャネルで買ってもらったものを紹介していきます。こんな感じのね箱に入れたままにしているんですけど、そう、なんかこういうアクセサリーとかついてくる箱って取っておくのか取っておかないのかよくわかんないんですけど、これはねなんか入れたままにしていました。ということで2つ目の紹介していくものが、じゃじゃーん、こちらです。はい、こちらのねイヤリングになっています。
あのピアスがつけれないので、ピアスが売っているハイブランドってなかなか少なくて、その時にシャネルに行ったらたくさんイヤリングが売っていたので、シャネルでね購入をしました。これもココマークになっていて、このココマークがあんまり目立つものは嫌だなと思って、とりあえずイヤリングが欲しかったので、このハイブランドでイヤリングが欲しかったので、シンプルなものを選びました。割とね小さめになっていて、こんな感じです。これは買ったんですけど、あんまり使っていなくて、でもまたなんか使える機会もあるかなと思うのでいいかなと思います。こんな感じでシルバーとゴールドの感じで、ゴールドのアクセサリーって私あんまり使わないんですけど、これはシルバーとゴールドなので可愛いかなと思います。こんな感じでね、すごくシンプルな、こういう両方とも同じデザインのものになっています。結構小ぶりのものが良くて、これ買った時もココマークのものとかもいっぱいあったんですけど、こちらをね購入しました。はい、ということで2点目はこんな感じでした。ということで次はね、ママからもらったもの、ママが昔使っていたものをもらったものを紹介していきます。これはねパパッと紹介していきたいと思います。イヤリング2つなんですけど、まず1個目がこちら、ココマークのイヤリングになっています。これもねママからもらったもの、もう使わないからあげるよみたいな感じでもらったんですけど、全然使っていない感じ。結構ねなんか古いらしいんですけど綺麗です。こういう感じのめっちゃココマークが目立つ感じで、こういうのは私あんまりなんか目立つ感じなのでつけたくないなっていう感じだったんですけど、これはねもらったものなので、こういう感じでなんかボタンみたいな黒地にゴールドのココマークがついている感じです。これも割と小さめなんですけど、こういう感じです。これは結構ココマークが目立つ感じで、大人っぽい服装とかには合わせやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで3つ目でした。続いてが、これママからもらったものラストなんですけど、イヤリング、これはねこんな感じですごくヴィンテージ感があるイヤリングになっていて、結構大きめ、これはなので結構何年も使えるものなんじゃないかなと思います。すごく大人っぽい感じで、めっちゃ存在感がある感じになっていて、両方ともココマークっていう感じです。なんかもともとシャネルってヴィンテージ感があるものとかも売っていたりはしているんですけど、こんな感じのねものになっています。はい、ママは結構シャネルのものを持っているんですけど、私はあんまり今まだ持っていなくてっていう感じなんですけど、こんな感じのものになっています。はい、ということで、そしたらこれでアクセサリーの関係のものは以上になります。そしたら次紹介していきます。続いて紹介していくものがこちらです。じゃじゃーん。はい、この中には一番最近購入したんですけど、じゃん、こちらです。はい、こちらはめっちゃちっちゃいバッグになっています。最近ねこういうミニバッグにハマってこちら購入したんですけど、担当の方が撮っていてくれてこちら購入しました。2021年の春夏コレクションなので、めっちゃ最新モデルのものになっていて、最近ねハイブランドですごくこのぐらいのバッグって流行っているんですけど、こういう感じのここにココマークがついている感じなので、そんなシャネルっていう感じはわからないバッグかなって感じなんですけど、これは確かラムスキンの
バッグです。私のファーストシャネルのバッグになっています。こんな感じで本当に物は入らない。中開けるとなんかこうバニティバッグっていう感じでリップ入れるとこがあったりとかコスメ入れたりとかっていうねバッグになっています。携帯も入らないです。こんな感じの形がしっかりしているバニティケースみたいなバッグなんですけど、こういう感じで色味もすごく派手らしくてめっちゃ可愛いです。こういう形のバッグが欲しかったので購入をしたんですけど、こんな感じに、ね、なっています。チェーンも結構キラキラしている感じのものになっていて、これがだいたい17万円ぐらいとかで購入をしました。ちっちゃいのにね結構高いんですけど、ちっちゃいバッグっていうのがすごく可愛くてこちらをね購入しました。シンプルになんかそんなにシャネルってわからないようなバッグなんですけど、この小ささが可愛くてこちらを購入しました。はい、ということでこんな感じです。はい、ということで5点目のシャネルの持っているものはこんな感じでした。ということで次、はい、ということでそしたら次ここからはあと靴2足を紹介していきたいと思います。まずはこの中に入っているものを紹介していきます。こんな感じで、ね、箱に入れたまま収納をしています。あんまり履いていないっていうのもあるんですけど、買ってからあんまり履いていなくて多分1回ぐらいしか履いていない靴になっているんですけど、はい、ということで続いて6点目のものがこちらです。じゃじゃーん、はい、もうね新品ぐらいにめっちゃ綺麗なんですけど、こういう感じの赤いローファーみたいな感じの靴になっています。こういう感じでめっちゃね大人っぽい感じの靴になっていて、本当に1回しか履いてない靴なんですけど、ここにパールでちっちゃいシャネルのロゴがついていて、両方シャネルのロゴがついています。これはいろんな色があって赤を購入しました。こんな感じでエナメルの夏とか春とかから履ける靴になっているんですけど、これはこのシャネルのローファーって毎年出ているんですけど、初めて靴を買ったものになっていて、こういう感じで後ろがねゴムになっているので、ちょっとここが押される感じで履いていると痛いっていうか痛い感じになっちゃうんですけど、だからあんまり履いてないものにはなっているんですけど、これからねまた履いていけたらいいなと思います。こういう感じのめっちゃシャネルってわかるような靴になっています。これはママも色違いで黒を持っているんですけど、形はねすごく可愛くて結構ガーリーな感じの服装とかに合わせるといいかなっていう感じの靴です。こういうタイプの靴を今まで持っていなかったので、大人っぽい靴初挑戦だったんですけど買ってみました。はい、まあ、冬に履くというより秋とか春とかに履くと可愛いかなと思います。これは去年の夏ぐらいに購入をしたものになっています。はい、ということでね6点目はこんな感じでした。次、はい、次は紹介していくものは結構履いている靴なんですけど、私結構この箱のまま収納をしている靴もあるんですけど、続いてはて7点目はこちらです。じゃーん、はい、これはねもう5回以上履いてめっちゃ履いているのでちょっと汚れとかはあるんですけど、こういう感じのスニーカーになっています。シャネルのスニーカーはめっちゃ可愛くて、こういう感じでここにねここマークがついていて、ここにもロゴがついているんですけど、こういう感じですごくネオンでちょっとポップな感じのスニーカーになっていて、これはね結構合わせやすかったりするのでよく履いています。夏でも使えるし冬とかでも全然履いているんですけど、
こんな感じで、またシャネルのこのスニーカーは今度白か黒を欲しいなと思っているんですけど、こういう感じで、ね、これもすごく可愛くて、なんか色があんまりないなっていう時とか、差し色に出たりする時とか、オレンジの靴でちょっと合わせにくいかなとは思うんですけど、意外と合わせやすかったりとか、あとさっき紹介したこのバッグと色味が似ているので、これなんかカジュアルな感じで持ってもあえて可愛くて、こういう感じで、ね、履いています。めっちゃ履いている靴になっていて、こんな感じです。結構履きやすくて気に入っています。なんかこんな感じになっています。はい、ということでね、7点目はこんな感じのスニーカーでした。はい、ということでこんな感じで、私が持っているシャネルのもの紹介は以上です。はい、ということで今回は7点シャネルの持っているものを紹介したんですけど、こんな感じで終わりたいと思います。で、ちょっと少なめにはなっていたんですけど、最近増えてきたということで、最近シャネルで買い物する機会とかも増えたりして紹介をしてみました。またね、なんかいろいろお財布とか今度欲しいなと考えているものとかもあったりするので、そういうものも増えたりしたらまた紹介したいと思うので、ぜひ次回のシャネル関係の動画だったり楽しみにしていてください。私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり、Vlog などをやっているんですけど、ハイブランド購入品紹介の動画も見たことがないっていう方はぜひ見てみてください。で、洋服とかは欲しいと思うものがあまりなくて持っていなかったりとかっていう感じなんですけど、ちょこちょこね、集めていけたらいいなと思っています。ということで、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。